チェッカーフラッグが上がった。買い上げの状態から大きく大きくぞコースまで5コースだけなんだよ。準決勝男子レースがスタートしました。全員の息が合うかどうかが勝負の分かれ目。手前から第1コース紺のシャツ1組、第2コース白のシャツ深堀栗谷社に、第3コース去年優勝金海ヨロ、第4コース兵庫県のチャンピオンチーム磯風新雄、そして一番奥が3年前のチャンピオン野望崎君です。このレースで戦います。上位3チームが決勝進出です。4番計で30秒、折り返しまでは 500m ということになりました。さあいいスタートを見せているのは第4コースの磯風総雄会、去年決勝3位兵庫県のチャンピオンチーム磯風総雄会が全体を引っ張っています。しかしまだ他のチームもそれほど差はついていません。磯風の奥、野茂崎も並びかけています。三好の差、野茂崎、三好の差で2位、そして金海オドも迫ります。金海オドが3位、去年優勝チーム金海オドが3位、深堀と四季が続きます。四季がやや上回っていますが、現在の順位は1位磯風総雄会、2位野茂崎、僅差で金海オドが3位、4位が四季、5位深堀栗屋敷。しかしまだ後手それほどの差はついていません。まだそれほどの差はついていません。手元の時計でまもなく1分30秒、折り返しまでは 300m を切っています。現在先頭を引っ張っているのは第4コースの磯風総雄会、それにほぼ並んでいます野茂崎です。磯風と野茂崎が競っている。そして三好の魚判定審査でしょうか。3位が金海オド、そこに四季見深堀栗屋敷と続きますが、四季見も深堀もまだそれほどの差はついていません。手元時計で間もなく2分、折り返しまではあと 150m。 現在の1位は1位が3チーム横並びです。金海オド、磯風総雄会、野崎、この3チームのつばぜり合い、激しいつばぜり合い。そして判定審遅れで四季見、四季見もまだ負けてはいません。そして深堀栗屋敷もそれほどの差はついていない。スタートして2分20秒が経過しました。折り返し点の岸アナウンサーどうぞ。はい、スタートから 630m 折り返し地点です。南からの風が徐々に強くなってきました。トップ争いは奥の3名です。5コースの野崎、4コース一番の東海、3コース金海、元一番奥のパーフェクトに到達したのは一番奥の野崎です。野崎が数分かけてパーフェクトに差し掛かりました。続いて磯風総雄会、3番目が金海元です。野崎に小さなパーフェクト、今6名を出しました。素晴らしいパーフェクトです。一番奥の野崎、それに続いて2番目が磯風総雄会と3コースの金海元、4番手が四季見、最後にターンを回ったのが深堀栗屋敷です。トップ3は野茂崎、金海雄と磯川総雄会、この3点に絞られています。いずれも素晴らしいターン、しかしここではっきりと順位がつきました。現在の1位は野茂崎、一番奥の野茂崎、2位が金海雄と、3位が磯風総雄会、そしてその磯風に四季見が並びかけてきた。深堀栗屋敷は若干遅れています。順位を確認しましょう。現在1位は一番奥の野茂崎です。そして2位が金海オド、判定審から一定審に遅れて磯風総雄会、磯風とほぼ並んでいるのが一番手前の四季見、深堀栗屋敷は若干遅れた、深堀栗屋敷は若干遅れています。手元時計で3分40秒が経過、残りは 320m。 現在の1位は一番奥の野茂崎、3年前のチャンピオン、去年はまさかの予選敗退、しかし3年前は2連覇を達成しています。2年間の悔しさを晴らすために来たという野崎が現在先頭を引っ張っている。そして2位はディフェンディングチャンピオンの金海ほど、金海ほどが2位、一定審を受けて磯風総雄会、磯風と並んで四季見、深堀はちょっと遅れている。1位は野崎です。手元計で4分20秒、あと160m でフィニッシュというところまで来ました。1位野崎、2位金海ほど、3位四季見、磯風がちょっと遅れてきました。そして深堀栗屋敷となっています。手元計で4分30秒、残りは
さあ、フィニッシュの瞬間はどうでしょうか。このまま3年前のチャンピオンの友達が復活をかけて準決勝1位となるんでしょうか。まもなくフィニッシュ、友達、友達1位でフィニッシュ。そして2位は金海ロブが2位、3位磯風総誘拐、4位四季に、5位が深堀クリア式となりました。素晴らしいレースでした。放送席からは1位野々崎、2位金海ヨド、3位四季に、4位磯風総誘拐、5位深堀クリア式と実況しました。正確な順位タイムについてはこの後の本番発表をお待ちください。